よし、出かけよう。行き先はっと、よいしょっと。ここは自分で。私に錬金術を教えてくれたから。師匠、本当にいつもありがとうございます。あらやだ、改まっちゃって。そんなの師匠なんだから当然でしょ。ほら、頑張って調合しちゃいなさいな。別の世界のスティアちゃん、助けに行くんでしょ。すごく難しい調合になるけど。ん？スティアのために絶対に成功させないとね。
くいってるね。うまくいってるね。こんな感じで大丈夫？これで平気？これでいけるいける。こんな感じ。わあ、人だ。何をつくビビッとくるのは。これでいいか、これでいいかな。ぐるぐる混ぜて完成。これで。わあ、人だ。何を作ろうかな。
んとかなるなる。多分これでいいかな。これでいいかな。ここがポイント。こんな感じで大丈夫。やっぱかーよ。これじゃなくて、私が無力だっただけだから。自信を失わないで、ルドアちゃん。お願い、私を助けて。って言っても、そうだな、もう直接的な方法を取るしかないのかも。直接的な方法？うん、ズバリ食欲を減らす薬を作っちゃうの。え？そんな薬本当にできるの？うん、錬金術ならできるよ。どうする？やる。やってみたい。だってだって、私レフレと一緒にご飯を食べたいんだもん。ルアちゃん、お願いします。私に食欲を減らす薬を作ってください。うん、分かった。それじゃあ少しだけ待っててね。よろしくね。さーて、どこに行こうかな。何を作ろうかな。
できた。できた。あ、竜の砂時計と時のくさび。これがあれば平行世界のスティアも助けられるはず。本当に作っちゃうなんて、あなたはすごいわね、ルルア。他の人が無理だと思うことも努力と勢いでやり遂げてしまう。そういうところとっても尊敬するわ。そうかな。照れてる場合じゃない。早速あ竜の砂時計を使って平行世界に行かないと。こらこら、焦っちゃダメよ。準備は怠らないようにしなくっちゃ。向こうの世界で何が起きるかわからないでしょ。こっちと同じ保証なんてどこにもないんだから。確かに。それも、そうそう、しっかり準備をして出発はそれからにしましょう。はい、絶対に失敗しないように。目的っと。さーて、どこに行こうかな。はあ、これリーザネ、例の薬持ってきたよ。ありがとう、ルルアちゃん。これが食欲を減らす薬なのね。それじゃあ早速いただきます。よし、飲んだね。リーザね、これ食べる？ううん、いらない。なんかお腹がいっぱいで。成功みたいだね。よかった。ありがとう、ルルアちゃん。これできっとレフレも一緒にご飯を食べてくれる。昔みたいに。いいだね、ルルアちゃん。これはお礼。本当に姉の役に立てたならよかったよ。それじゃあまたね。うん、じゃあね、ルルアちゃん。